かこの左肩上がりだった。6番上がって、みたいな。あ、だからさっきそこにアンカーも降りてきておかしくなってたのか。ちょっと修正できたのかね。急いで説明すると、左肩上がりでアメリカこうなるんですよ、こう。ってなった時に、この時に、ここの横にもう一人降りてきて、この二人を抑えるのに、ここ出てったりするから、間開く。まあ、逆のパターンもあるんだけど、こう。で、そこに、こっち内側入ってって、みたいな。こう、日本のボランチ釣り出されないようにしたいんだけど、その構造が固まってないから、で、ここ出てくとこうなると今度ここ開くし、みたいな。そういう風になってるんですね。だから今日本がボール持てない展開になってますね。で、アメリカの場合、近いボールホルダーにへそ向けてさ、逆つくみたいな整体っていう技術が、後ろの選手たちが、多分、デストも下がったしないから、しっかりどっちかのサイドに追い込むプレスすれば、この形やられても全然大丈夫なんですけどね。ただその2トップが3枚になったところに、2人で突っ込んだら、どっちかのサイドで運ばれちゃうからっていうのでステイするから、結果ずっとはまんないみたいな。こんなビビんなくていいんですよ。もっと行けばいいんですよ、ガンガン。そう、ここでもう近い選手に体向けれないから、縦蹴るしかないからさ。そう、今もうビビんないで特に右のセンターバック持った時ガンガン行った方がいいですよ、これ。なんだったら、左のセンターバックの技術はちょっとわかんないけど、16番の。右のセンターバックにボール持たせて、したらサイドバックにボール出すから、はめていったら余裕でいけますよ。貫いた自分束の間のキング。